はいどうも、隊長龍です。先日青汁王子こと三崎優太さんがですね、インスタのストーリーに山岡屋の辛味噌がなんかこの世で一番うまいみたいなこうストーリーをね上げてたんですよね、アップしてたんですね。で、隊長山岡屋歴かなり長いんですけども、辛味噌は一回も食べたことないので、もうこれはね食べるしかないっていうことで、今日は辛味噌でいきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで食べてきました。いやー辛かったですね。もちろん美味しいです、美味しいんですけども、中辛を選んだんですけども、いやーこんなに辛いと思わなかったっていうぐらい、もう今ね口の中がねヒリヒリしてます。はい、そのぐらい辛うまでした。ということでね、三崎さんがこよなく愛しているという山岡屋さんの辛味噌食べてきました。茨城だらだら探検隊、隊長龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバーイ。はい、辛味噌ネギチャーシューを食べてきました。